さて、それでは埼玉トヨペットイオンレイクタウン店の藤沢さんにお話を伺いたいと思います。今日よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。埼玉トヨペットさん、ディーラーさんがキャンパーに特化したですね車両をリリースしたと、はい、いうことを伺ってですね、はい、早速お邪魔したんですけれども、ありがとうございます。もう今回は自信作になっておりますので、ぜひ中もご覧いただければと思います。そうですか。さてこちらのですね、はい、ベース車両は何になるんでしょう。はい、今回はハイエースをベースにキャンパーの方を作らせていただいております。グレードはデラックスのグレード、デラックスと GL パッケージ、この2つでご準備の方させていただいております。乗車定員は、はい、今回のキャンパー仕様におきましては前が3人、後ろが3人ということで6人掛けのお車になっております。6名乗車ができる、はい、就寝定員は何名になるんでしょう。はい、通常時は3名になりますが、実はオプションで2段ベッドのご準備をさせていただいておりまして、こちらですと就寝定員が4名という形になっております。就寝で4人と、さらには2段ベッドと、はい、いうことなんですね、はい、そうですか。それでは早速、はい、車内の方見せていただきたいと思います。はい、藤沢さん、はい、こちらがもうすでにダイネットモードになってるかと思うんですが、はいはい、ものすごくこうゆったりとした車内の空間に仕上がってるんですが、はい、ありがとうございます。こちらもともとその埼玉トヨペットさんで、はい、考案されて、はい、キャンパー、はい、してるんでしょうか。今回はキャンピングカーの大手トイファクトリーさんの力も借りまして、埼玉トヨペット特別仕様ということでトイファクトリーさんの方に別注をかけさせていただきました。なるほど、トイファクトリーさんが協力をしていると、なのでこういう形になってるわけですね。はい、トイファクトリーさんというと老舗ですし、はい、またですね細かいところも非常によくできてますんで、はい、おっしゃる通りです。そういったところがですね、はい、現れている感じの車両になってますね、はいはい、ありがとうございます。今回ファブリックは岐阜の美酒織ですね、はい、こちらのファブリックを使ったシートを採用しております。あとはこちらが美濃焼で作らせていただいたタイルでございます。ほう、ここにちょっとしたタイルがあるだけでおしゃれな雰囲気がクッと上がりますよね、はい、そこがポイントでございます。なるほど。まあ、先ほどのねこちらのシートも非常にいい色合いの、はい、またですねやっぱりこう、はい、クッション性がいい。ありがとうございます。座り心地がね、はい、先ほど座らせていただきましたがものすごくいい、はい、これで長距離も全然楽ですもんね、はい、家のリビングのように使っていただくというようなところを考えて作っておりますので、乗り心地、中の空間のおしゃれというところもですねかなりこだわっております。なるほど。そしてこちらはフリップダウンモニターと、こちらはアルパイン製のナビを使いまして 12.8 インチのディスプレイをつけております。こちらは5ドアになるんですか。はい、こちらは5ドアですね。そしてこちらに収納が、これその奥にこのダイヤルはひょっとして FF ヒーターですか。はい、おっしゃる通りです。ガソリン車ディーゼル車両方ご用意がありますけれども、そのガソリンを使いながら FF ヒーターを回しております。 FF ヒーターも乗っていると。はい、でこれがベッド展開になるわけですよね。はい、ベッド展開の方をお願いしていいですか。はい、
こちらでベッドが完成ということなんですが、はい、長さはどのくらいあるんですか？長さは2メーター80ご用意させていただいております。2メーター80そして幅なんですが、こちらが1メーター20こちらが1メーターご用意がございます。1メータージャストですか？はい、ジャストです。うーん、大人2名も十分ですね。はい。そして、はい、この車はサブバッテリーも乗ってるんでしょうか？はい、積んでおります。どちらにあるんでしょう？こちらにサブバッテリーを備えております。入り口にありますスイッチなんですが、はい、これはどういう、はい、こちらが電源ですね。こちらが照明でございます。こちらのオン、実はこちらはタッチパネルでも押して消えてという方が使えます。こちらが水道になります。実はこの下に給水用と排水用の13リッターのタンクをご準備させていただいております。あ、ここにタンクが来てるわけですね。はい、こちらにシンクがございますが、こちらで洗い物をしていただくのと、サーフィンをしていただいた後に足を洗っていただいたりというふうな形でも使っていただけます。なるほど。このシンクも、はい、大きすぎず小さすぎず、はい、いい感じのシンクになってますよね。ありがとうございます。そして、はい、2段ベッドになるというふうに伺ったんですが、はい、そちらの2段ベッドの方、はい、お願いしていいですか？承知いたしました。完成いたしました。これは広いですね。このベッドでですね、長さは1メーター80ございまして、幅は1メーター50となっております。ほぼほぼ真四角内の感じですもんね。そうですね。上なんか特にですね、はい、どうでしょう、大人2人余裕で、はい、そうですね、寝られるような感じですよね。幅も長さもかなり取っておりますので、うん、であとは下の方と会話ができるようにあえてずらして奥側で顔を出して会話なんかも楽しんでいただけるように工夫をさせていただいております。なるほど。それにしても下の段、はい、上の段ともにですね、これだけのスペースが取れるので、はい、本当にゆっくりゆったりできますよね。はい、グリーンバディ A タイプの大きな強みでございます。またこちらのね、そのシートのタイプが、はい、程よいクッション性があるので、はい、これ寝心地も非常に良さそうですよね。ありがとうございます。私も一晩こちらで泊まったことございますけれども、うん、ぐっすり眠れました。ぐっすり眠れましたか、はい、そうですか。でもこれナローサイズになるわけですか？そうですね。ということは標準、おっしゃる通りです。4ナンバーサイズになりますので、普通車でいうとノア、ボクシー、こちらと長さ、幅におきましては全く同じサイズになっております。ですよね。はい、これだけ広いスペースが確保できちゃうわけですね。はい、下もですね、長物がズドーンと乗せられるようなスペースになっていて、荷室というんでしょうか、はい、そういう荷物を入れる収納するスペース、はい、これもかなり確保されてて、ありがとうございます。アウトドアだけじゃなくていろんな用途にも使っていただけるようになっております。そしてこのグレーの、実はこちらはまたオプションでご用意がございます。冷蔵庫でございます。お、オプションで冷蔵庫も付けられると、はい、いうことなんですね。はい、これは両サイドに収納があるという形なんでしょうか？そうですね。
ブランケットやタオル類ですとか、そういったところ、キャンプ用品の細々したものなんかを収納できるようにしております。奥にはコンセントも準備をさせていただいておりますので、携帯の充電だけではなく、電気毛布ですとか、こういったところなんかも使えるようになっております。これ藤沢さん、はい、天井がウッド調になってますね。はい。これがまたキャンパーという一役買ってるというんでしょうか。そうですね。もう雰囲気をこういう天井から演奏してるという感じですね。こちらもこだわりの一つでございます。そうですよね。このウッドで雰囲気がぐっと高まりますよね。はい、高級感も出るかと思います。そしてこのバックドアにも実はウッド調が施されていると。はい、隅々まで手を抜かないお車でございます。なるほどですね、はい。そしてこちらに外部電源が来てるんですね。はい、こちらはサブバッテリーを充電するための外部電源となっております。これもオプションなんですか。いえ、こちらは標準装備になっております。さて藤沢さん、はい、こちらの車両、はい、見せていただいたんですが、ありがとうございます。ズバリ、はい、おいくらになるんでしょう。はい、こちらは391万円からご準備をさせていただいております。391万円から、はい、この内容で、はい、いやこれは随分リーズナブルな金額になってますね。ありがとうございます。さらには、はい、ディーラーさんが、はい、自信を持って、はい、おすすめしているというところも、はい、非常に強いですよね、はい。例えばこの車両で、はい、藤沢さんの、はい、いわゆるアピールポイント、はい、そういったところありますか。はい、本格的なキャンピングカーというよりかはライトキャンパーという形で作っております。こちらは見ていただいた通りキャンプ、アウトドアだけではなく普通の旅行だとかそういったものも家族の時間を楽しんでいただけるというところをコンセプトに作っております。ですのでキャンピングだと大げさかなと思われる方なんかでも乗っていただきやすいような仕様、また維持をしていただきやすい仕様に作らせていただいておりますので、ぜひ当店に見にいらしてください。やっぱりこのサイズですから普段使いもできて、はい、そしてちょっと旅行行こう、はい、ちょっと出かけようって言った時にね、はい、また威力を発揮するような、はい、そんな作りになってますよね。おっしゃる通りです。なるほど、こちらの車両本当ぜひ見に来ていただきたいと思います。ぜひよろしくお願いいたします。今日お忙しいところありがとうございました。じゃあこそありがとうございました。